諸藩は、春秋時代の呉れの第二代の王。生は姫。名は厚、あるいは越と表記される。呪藩の子。紀元前561年9月、父の自亡が死去すると、後を継いで王となった。皇寮と夫がいの父である。前548年秋、その属国であるのブルバトが背いたので、その霊院靴立ては兵を率いてのブルバトを攻めた。諸藩は、 ノブルバトの救援のため出陣したがソ軍に退廃し、ノブルバトも滅亡した。同年12月、諸藩は、その属国であるスに攻め込んだが、スの牛神に射殺された。2019年2月、フランス通信社が伝えたところによれば、中華人民共和国の河南省東院県にある加藤州墓地一号墓で、諸藩の剣が出土した。発見されたのは、製の剣で、 全長42センチ、柄の長さは9センチ、中造で作成されており、未だ鋭さを残す切っ先が一部欠損している、以外は、ほぼ完全な保存状態だった。青銅剣は、剣世、ママ、が、騎士型の形状を持っており、中製の両側に、各14文字、合計28文字の名文が刻まれていた。名文の内容は、公を修め、発単、 じながら、もとよう。みようも、え、ばくいさむおあまり。諸公の日、台北南西行と刻まれており、現代語に訳すと、諸藩が自ら制作し、身につけて使用したという意味になる。また、2019年2月時点で現存する唯一の、豪王、諸藩の剣である。ただし、この剣が発見された加藤周墓地は、諸藩が生きていた時代では中原地域に該当し、 なぜ彼が所在した、現在のチャンス症周辺から遠く離れた河南省で副葬品として発見されたのかは分かっていない。ありがとうございます。